皆様、ハイタイ。 We are the Miss Okinawa 2018. I'm Miki. I'm Kana. I'm Kotoko. Today we will show you how to enjoy Kokusai Street. We hope this video makes you want to go to Okinawa. Now, let's get started! Okinawa では古くよりシーサーが村や家を震災や魔物から守ってくれると言われております。今では多くの家の玄関で目にすることができますよ。ちなみに口を大きく開けているのがオス、閉じているのがメスです。皆様もぜひお土産にいかがでしょうか。先ほどの手土産のシーサーの他にも見てください、こちらには大きなシーサーもいますよ。写真スポットとしてもおすすめです。泡盛は栽米を原料としており、長く深い歴史を持つ沖縄のお酒です。沖縄ではお酒として飲まれるほか、調味料としても使用されております。こちらのサーターダギーは沖縄の伝統揚げ菓子の一つで、沖縄のドーナツとも言われております。揚げたてのサクッとした食感とふわっとした中身が特徴で、一度食べたら癖になりますよ。またこちらには大きなサーターダギーもございます。皆様見てください、こちらは沖縄県産のトロピカルフルーツをふんだんに使ったかき氷です。いってまーさんどー。皆様駆け足でしたが、いかがでしたでしょうか。その他の国際通りの魅力はまた次回に。ミキ、カナ、コトコがお送りしました。またやったー。